ウラオホで松原修とモグライダー芝大輔。こんばんは、松原修です。こんばんは、モグライダー芝です。ちょっと相談乗ってもらっていい？なんでしょう。ギャラ交渉ってせなあかんのよ。ああ、そうか。そうなんよ。あんたはいわゆるフリーランスだ。うん、そう。はあ。したことないやろ、ギャラ交渉って。ないない。やっぱ当然マネージャーさん全部。まあ、いわゆる事務所、そうだね。うん、うんうん、マネージャーがやってくれてるから。いや、しんどいね、ギャラ交渉。いや、そうだろうね。どうする？どうやって言うの？いや、あのね、うん、それは俺も長いこといるから、うん、この世界に、うん、あの、で、うちの事務所ってね、うん、いわゆる直営業っていうやつ、うん、タレントがどっか個人的に付き合いがあるとこから頼まれて仕事を引き受けるっていうのが OK なの、うんうんうん、実際、うん、その別にスケジュールさえちゃんとあの報告してくれれば、はいはい、その内容さえ、うん、だから別に俺も、今までにあったはあったのよ。なんか例えば、うん、近いところで言うと、なんだろう、地元の夏祭り出てくんねえかとか、うん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 、で俺のとこに来るんだけど、うん、ギャラなんぼ払えばいいって向こうが言われて、はいはい、すっごい困るの毎回、ね、うん、でしょ。そうだから俺も結局、うん、もうそれだったら、うん、事務所に普通に一回投げてくれって、で事務所が言った額で構わないから、うんうんうん、相場も分かんないし。そう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 。でそれまださ、地元の付き合いっていうのがあるやんか、うん、まあ、例えばこれが自分が知ってる、うん、そのダウンタウンデラックスとか、はい、アメトークとかなった時に、うん、芝さんダウンタウンデラックス出てくださいと、うん、ちなみにいくらぐらいお支払いすればって言われた時に、うん、いやもう結構ですなるやろ、はい、野際で結構ですから。そうやんか、出させていただけるなら。でもそれ、多分こっちの界隈だと一番あかんねん、うん、あ、そのそう、あんま言わん方がいいって感じ。あ、そう。よっぽどじゃないと、本当の付き合いあって、うん、前ちょっとね、ちょっと貸しがあるからとかなら、うん、あるけどお返しでって、うんうん、基本的にそのフリーで裏方ってなると、そこでちゃんと話せないとダメっていうのを経験していくの。まあまあ、そうだね。でも若手のうちは自信もないし、うん、なんかそういうもんだと思って、うん、やっぱ0円で引き受けちゃって、うん、でそのいろんな経験して先輩とかからもね、うん、いろいろ言ってもらって話せるようになってくるけど、いや、今悩んでるのは大ちゃんに聞いてもあれなんやけど、相場も分かんないからな。あのちょっとごめん、先に宣伝みたいな感じだけど、いよ、7月におそ松さんの劇場新作が出るんですよ、はい、皆さん、はい、おそ松さん出ました。ヒピポ族と輝く果実っていうヒピポ族と輝く果実がですね2回聞いても意味わかんない7月に出て、うん、でね、その時にこう特設サイトができるわけ、はあ、今回新作だから、うん、あのそれの宣伝も兼ねて、うん、お客さんに盛り上がってもらうために、はい、新しいサイトができました、見てくださいと。はい、すごいね、うん、でそこで六つ子のプロフィールがあるのね、うんうん、おそ松ってやつをクリックしたら、うん、その出てくるの、こういうやつみたいな、うん、それが6パターンある、はい、六つ子だから、はい、ね、それをリニューアルしたりと。はあ、今までの引っ張ってもいいんだけど、やっぱお客さんに、うん、あ、今回こういう感じかってちょっとでもこう情報を小出しにしたり、まあまあ、まあ、新しくすると喜んでもらえること多いから、うん、その六つ子のプロフィール更新の文章テキストを書いてくれと、うん、本当に3行ぐらい、人普通のキャラ、うん、こいつは長男で、はい、まあ、こういうタイプだから、はい、こういうことをしでかすかもみたいな、はいはいはい、を6パターン、うん、いくらもらえばいい？むずいってむずいしょ、むずいよ。え、なやし、その、うん、例えばさ、うん、何月何日、俺らで言うとね、うん、7月8日、うん、どこそこで、うん、営業あります、うん、1日2回公演あります、うん、っていう、その日一発のギャラいくら、うん、その6人のプロフィールいくらっていう計算でいけばいいのか、うん、ワンステいくらの、はい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 、ワンキャラいくら6ステ分みたいな感じでいいのか、ね、たった3行でワンステと取っていいのか、うん、いいのか、全部を含めて1本の単独ライブなのか、むずっえ、それどうなん、まあ、こんな、うん、答えようもないかもしれないけど、うん、その労力というか、うん、負担としては、うん、
どうなん、結構きついもんなん。いやこれもなすごい難しくて、そこがパキッとしてたら俺もこれぐらいって言えるんやけど、うん、1日で書こうと思ったら書けるわけ。まあまあでもそうでしょ、当然だってね、今までも書いてきたし、そうでしょ、たった3行でを6パターン、うんうん、でもねこうやっぱ新しいことどう入れようとか、あなんかやっぱちょっとくすっと笑ってほしいとかも入ってくるし、あ、まあもちろんね、それはね、うん、いやだからこだわり出したら、うん、そりゃいえそい相場が分かんない、ね、まずこれシナリオだったら、うん、例えば10分のシナリオですってなったら、うん、あ20分の時これぐらいもらってるから、うん、これぐらいかなとか、うん、だいたいこう割り算したり引き算したりできるんだけど、まあまあまあ、うん、特殊すぎるでしょサイトのさプロフィール。いやそうね、うん、でさっき偉そうに言ったけどつい、うん、いやいやただで、うん、全然やりますよって言いかける、言っちゃいそうになるの、うんうん、でダメだ、もう考えるのもね、うんうん、めんどくさいしね、その電話をするのがさ、うん、辛いから、うん、その会話をするのが辛いから、うん、それから逃れたくて0円で言ってつい言っちゃいそうになるけど、ね、言っちゃう時があるのね、わかんないけど、うん、お米でもらえば国で石と書いて国、うん、国高で国高でもらおうか、国高でもらうっていうのもそうやねちょっと考えて答え出るか、特設サイトの特設サイトの六つ子のプロフィール更新プロフィール更新、うん、半分ぐらい前のを引き継ぐの、なるほど、ね、引き継がなきゃいけない、はい、じゃあ今日も始めていきます、はい、裏表松原修とモグライダー芝大輔、裏表、そのギャラ交渉以外で、うん、マネージャーさんにやってもらってることってスケジュールまあ管理してもらうやんか、うん、で受ける受けないかこの仕事を、受ける受けない、まあ一応、うん、こんなの来てますけどどうします、うん、みたいな、でもそこも多分竹内は割と選別してる、うん、くれてる、なんかもう当然のごとくパンパン入れるやつもあれば、うんうんうん、これどうですみたいな、あ LINE があるんやろうね、これはちょっと本人確認しとこうみたいなね、そうそうそう、あそりゃそうだな、家移さなきゃいけないとかさ、あーそういうことか、そうそうそう、はい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 、ちょっとこれ家族の人にとかなるから、そうそうそう、あーで、まあ、そうやね、イケメン方面の仕事とかさ、うんうんうん、あーなるほど、うん、そうそう、そっかそうね、いや羨ましいなマネージャー、いやめっちゃそれをジャッジしてくれるプロやもんね、うんうん、どういう見え方になるとか、そうで行くとこ行くし、なんか、うん、カッみたいな、カッと、うん、なめんなよみたいなね、絶対それは戦わないとね、うん、いけない場面あるもんね。いや、才能よやっぱ。そのあれ芸人ってその税金とかは年末の調整とか、うん、ね、その源泉徴収、うん、票だけ事務所からもらって、うんうんうん、まあ、一応個人事業主っていう形だから、かか、まあまあ、所属は事務所、そうそうそう、そこに所属してる個人事業主、ね、そう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 、だなんかまあそれぞれいろいろなんかもう自分で会社を本当に一個儲けちゃってってやってる人らはもういるし、ね、ああいるね、うん、あの、うん、まあそのもっと売れてる人とか仕事も増えてお金も大きくなってきて、そうそうそう、じゃあ会社作ろうっていう、俺らなんてもうまだ全然、うんうん、わけ分かってないから何普通にただただもらった ってことは、まあ、基本的に1ヶ月のスケジュールをマネージャーに教えてもらって、うん、でこなしていくやんずっと、うん、そしたら、うん、ある程度のお金が入ってくると、まあそうね、やんな、まあ、今月いくら入ってくるとか分かってないよ、多分分かんない分かんない分かんないでしょ、うん、どの案件が入ってくるも分かってない、分かんない、請求書も書かないよね、ああそうそう、俺らは ね全く、うん、すごいよね、そうもうほんと言われた時間に行って、うん、言われたことやって、うん、言われてないことも少しやって先週の話じゃないけどギャラ人形やん、ギャラ人形ネタ人形ならぬ、うん、あっち行けこっち行けってなって、うん、そう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 、へー、だからそのギャーっていうようなギャラが入ってる時もあるし、うん、みたいな、そう、あ入ってきた、まとまったお金、入ってきました、入ってきた、はい、 M1 マネーが、 M1 マネー来ました、 M1 マネーその M1 の、 その影響で、そう関連する
営業を入れてもらったりとかで。そう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 。マジか。ドリームでしたね。よかったね。付随するもんがいっぱいあるんだよ。だから M1 決勝戦の、いわゆるあれの出演ギャラもあれば、そもそもあれに出演ギャラなんてないと思って出てるからね、こっちは。ね、そう、大会として、そう、ね、そう2000円エントリーフィーを払って出させてもらってるっていう方が、そう一番その決勝戦まで勝ち上がったっていうだけの感じだから、うんうんうん、そうか、ようよう考えたらこれギャラ出んのかみたいな。そう、そこ麻痺するんよね、多分。そう、当たり前なんよ。そうそうそう、あのテレビ局の、もう大事な大事な大特番の主役だから、まあそうだよね、お金もらうの当たり前。そう、お金そうか、お金くれんだみたいな、とかで、あれの本番終わったら終わったで、なんかその生配信とかさ、いろんな媒体でやるギャオが入ってたりとか、そうそう、あれがちょちょちょってあったり、M1 のネタの動画が YouTube に上がってたりすると、あれが回るとその分のギャラを出演者で割るのよ。だから当然自分らの再生回数もそうだけど、例えば優勝してる錦鯉なんかはもっと回ってるわけじゃん、変な話、その分も全部合算して割ってるみたいな。結構 M1 関連だけで、M1 のツアーみたいなのもあるし、そのギャラとかがやっとバーンって。あの、聞いたけど今さ、コロナの影響もあって、そうやってショーレースでさ、注目された人が、お笑いライブやって、自分の単独とかやって、配信チケットじゃない、それがすごい売れるんやってね。もう莫大なお金、むちゃくちゃむちゃくちゃ。俺らはやってないのよ、それ系を。あ、そっか、聞いたことないな。そう、まあやり方もよく分かんないっていうのもあるんだけど、結局今の若手みんな売れてないやつも、それで結構稼ぐと。あ、そうなんや、去年、マジカルラブリーさん、おととしになるのか、が M1 優勝して、その後マジカルラブリー予選みたいなのを吉本無限大ホールでやって、で、まあ、5組ぐらい芸人出て、それを配信でやっ、あの、売ったら、むちゃくちゃ売れたの。むちゃくちゃ売れた。で、それもともとそんなつもりじゃなくやってるから、劇場との、マジラブさんとの中でその売り上げは、演者と、ホールで折半で、っていう話で言ってたの、これそのまま行くと、全部の結局最初の売り上げを折半ってなると演者1人100万ぐらい入る計算になっちゃう。マジで。そうだから これはちょっと、これはちょっと待ってくれってなって5組で、そう、5組出てて、そう、ほぼコンビで、そう、うわすごいね。でそんな、つまりそんな、こんなことになるとは、みたいなことで、結局それはなくなったんだけど、にしたって1時間のライブよ、ネタライブ。これ普通俺らが1時間のネタライブ出るなんて言ったら、なんつうの、ギャラ1000円とかよ。そうよね。それとはもう、はもう、そう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 、破格のギャラが、バンって入って、そっから結構なんていうの、雲行きが変わったというか、増えたんや、うわ、配信だ配信だみたいな、だすごい若手の子なんて、すごいな。でもね、それ聞いた時にうわすごいと思って、その、まあ、言い方難しいけど、悪いことばっかりでもなかったんかじゃないけど、っていう思いと、数年前に俺があることを感じたエピソードがあって、俺の知り合いが東京に遊びに来てた女の人たちなの、女友達で東京に遊びに来たと、地方からね。で、お笑い見たいと、その要は東京来たらこれやろうっていうのが、まあ大体浮かぶじゃない、例えばスカイツリーとか、歌舞伎座とか、相撲見るかとか、なんかあるでしょ、ライブ行くかとか、その中にお笑いライブを見るって入ってたんだって。でルミネ行ったんやって、でルミネ行って、まあ普通の回、いわゆる普通の平日やってる回見て、で感動したんやって、面白すぎて、びっくりしたと。もう普通の寄席よね、言うたらね、普通の、その名前もそんな有名な人が出てるわけでもない、我々は知ってるけどっていう人たちで、でね、どこがすごいかっていうと、やっぱその目の前であんだけテンション高く、
面白いことをする人を見ることがないと生でテレビではね分かるけど、ですっごい聞きやすいし、漫才とかでもすごいな、なんか感想それがどん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 出てくるし、要は生で見てびっくりした、感動したんやん。あでも生で見たら思うかもね。地方住んでたらなかなか経験できない。そうだね、それを生で体験してね、でこれ失礼になるから名前出さないけど、どのコンビが面白かったのって聞いたら、すごい微妙なコンビを言ったの。微妙っていうのはすごい失礼だけど、そのえそのコンビっていう、俺も知ってる、はい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 、ネタそんな強いとかいいってあんま思ったことない、お笑いの畑の人からすると、そこみたいな、でもすっごい面白いって言ってて、その生で見た時の、その衝撃とかその技術の高さとか、はい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 、聞いた時にそっかと思って、確かにあの人たち多分バイトして食えてないんだけど、技術的には十分お金もらっていい人を感動させれる、まあそう、本当にいい思い出できたって書いてた。ああ最高、素晴らしい、だからやっぱあの劇場特化型って言ったら変だけど、あいるね、だからその人たちに当たったら、ちょっと見方変わるかもね、だからこの間俺ら営業、横浜の営業行った時に、四千頭身っていうじゃない、3人組、若手のが一緒のはずだったんだけど、コロナで、今日来れないってなって、急遽で代わりに来たのが、おぼんこぼん師匠これどういう、どういうことやね、誰がどうやって説明して連れてきたんって思うけど人数から違うしみたいななんでなん、いや分からん、なんでなん、分からん、もうそれだったら早坂営業って早坂さんっていうね、おばちゃんが仕切ってるやつなんで、早坂さんの剛腕で早坂さんなのかな、連れてきたんだろうけど、おぼんこぼん、おぼんこぼん、あのでそので、まあもちろんそれはね、なんだろう、テレビとかでも、その水曜日のダウンタウンとかでさ、ああいうので話題になってるから、まあ知ってはいるだろうけど、実際じゃあおぼんこぼんさんのステージを見ることってそんな多分ないじゃん、確かに、よっぽど浅草の方とかさ、ね、行ってみない限りで、俺でさえ別にちゃんと間近でがっつり、見たことなかったのよ、でやっぱ袖にバーってその日みんな集まってて、それこそ、なんかダウンタウンさんのさ、30年ぶりぐらいの漫才みんなが見たからさもう伝説の、そう伝説の、伝説の一日あれみたいな感じでバーって、何すんだろうと思ったら、やっぱ俺らなんて普通にマイク出て、ちょっと喋って普通にそっから漫才入って、ちょっとやって終わんない、もう長くても10分尺ぐらい、でおぼんこぼんさんも、俺らはねその日5分尺とかなのよ、持ち時間が、若手はバーッつって、最後大トリで、おぼんこぼんさんがそれでも10分しか尺ないんだけど、曲がかかって、したら舞台上にいたベニヤ板みたいなやつが、四角い敷かれて、で袖からおぼんこぼんさんが、もうマイク立ってないのよ、ハンドマイクで出てきて、歌歌うのよ、バーッつって、なんかこの段階ではまだわからないのよ、分からない、ね、様子を見るしか、でちょうど歌って、一歩下がったらそのさっき置かれた板の上に立って、これがこっからタップが始まるのよ、そうタップやるための板なのよ、そうそうそう、でわーって二人でやって、じゃーんみたいな、多分それがオープニングなの、まだ分かんないよ、その、これが何なのかを、タップ終わった、そっから掛け合いが始まるの、普通にハンドマイクのまま、それがもう漫才みたいな感じ、へえ、そっからネタなんや、そう、そっから漫才のネタっぽい感じのバーってやってって、モノマネとかが入って、でまた歌、あの曲がかかって、歌い出してタップ振ってで10分でわーって終わるんだけど、なんかねもう気づいたら、みんなわーってなんかなるのよ、あそうなんや、もう完全にそのなんていうのワールドに
引き込んで引き込まれて、へえ、うわーなんかすごいなこれみたいな、うんうん、で10分しかないからもうこんだけしかあれやけど、うん、みたいな、うんうん、普段は30分ぐらいなんだって、うんうん、でもともとショーパブとかでやってるから、うんうん、もうそれこそ楽器やったりもするし、うんうん、みたいな、あすげえなやっぱつって10分ぐらいもうちゃちゃなんや、そうそうそう、だからこれは本当に見に来て生で見ないと、そうやな、でしかも多分正面から見ないと、うんうん、浴びないと分かんないんだろうな、うんうん、だから俺ら袖で見てるだけだからだけど、うんうんうん、いやおもろいな、こんなの多分もうこっから先多分俺らぐらいの世代の人間がやるようなやり口ではないだろうし、うんうんうん、その当時時代もあったろうからこうなってったんだろうけど、うんうん、で笑ったのが楽屋に小盆師匠が先に来てて、うん、で最初挨拶して、うん、でお盆栽は出番前ぐらいまで楽屋入りしてなかったの、うんうん、で普通に若手の楽屋にいたら、真空ジェシカっていうコンビの川北ってやつとランジャタの国崎と俺と、うん、3人でなんか飯食ったりして喋ってたら、うん、その真空ジェシカの川北が、うん、あお盆栽挨拶行きましたって言うから、うんうん、あもう入られてるって言ってた、うん、あ行きましたって言ったら、うん、あの挨拶したら手でこうピストルみたいな形にしてこっち向けてきて、うん、金出せっつって、うん、挨拶来たら500円やって言われましたっつって何そのノリマジっつってお前どうしたんっつったら、うん、川北って普段内ポケットとかにめっちゃ小道具仕込むのよ、うん、そうでたまたま内ポケット探ったらなんか一個だけなんか QR コードの端っこみたいななんか、うんうん、わけわからんのがあったから、うん、それをパッて出して、うん、すいません QR コードの端っこですっつったら、うん、なんやネタかいって言って、うん、まあ一本取られたわって言われましたっつって、うん、あそうこれ正解あんのかなっつってでそれ聞いて、うん、国崎が、うん、ちょっと俺も挨拶行ってきますって500円玉持ってあ500円玉持って、うん、で挨拶行って戻ってきたらどうだったっつったら、うんうんうん、いややっぱり挨拶したら手ピストルにされて金出せ、うん、挨拶来たら500円やって言われたんで、うんうん、すぐ500円をバッて出したら、うん、シェーって言われましたどういうことでシェーシェー一本取られたわって言われましたってえ分からんぞ分からんなでもう俺行ってみるわって、うんうん、で俺千円札持って、うんうん、で挨拶行ったら、うん、でおはようございますっつって、うん、もぐらだ芝ですっつったらやっぱり、うん、金出せっつって挨拶来たら500円やって言われたから、うん、すいませんお釣りありますかっつって千円札をバッて出したのよ、うん、したら、うん、パンパンパンって打たれたなんでなで1本取られたわって言われたら分からんままあっちゅう間にこの人3本取られた何このノリって分からんな分からん分からんでも返したら基本的に優しい、うん、優しい笑ってはくれんだけど、うんうん、でそれをあとあとナイツも一緒だったから、うん、ナイツさんにいやさっきお盆栽の挨拶行った高校で金出せって言われたんですけど、うん、あれなんすか浅草とかでみんな食らうやつなんすかって言ったら、うん、見たことないって知らんの、うん、機嫌よかったじゃないのかは初めてだったんかないや面白いよ。おいくつぐらいだって。もうでも70前ぐらい。いわゆるおじいさん。うん、まあそうね。でも全然若々しいけどね。もうそれこそだってタップ踏んでるもんね。タップ踏むのむちゃくちゃ軽やかよ。いやああいう人はちょっとだから生で見に行ってほしいなと思うね。うん、そうね。そうなんか全然違うもんね。うんうん、あネタも演出とかも込みでそうだからその競争率が高すぎて、うん、そのご飯食べれないっていうことが起きてるだけであもう十分、うん、そのねお金いただけるとかそう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 ご飯食べてもいいレベルには皆さん達してんだなっていうのをすごい痛感したんよねそうそうその話別に前の話聞いて、うん、そうそうああいうテレビが主戦場じゃないだけでっていう人もめっちゃいるしね、うん、いるしね、うん、そうそう、うん、もう家建ててるぐらいの人もバンバンいるし営業はね儲かるそうそうそう一番儲かるっていうし、そうね、そうやっぱもうそっちのプロモグライダーとかはやっぱ多いんじゃないのともしげくんとかどこ行ってもあ見たいもんなやっぱ生であの人今のところそうだねなんかね子供とかもそう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 、うん、あの営業行くと
なんかもう笑ってまうな、子供の前にあの人が出てってさ、うん、なんかちょっとバカにするやつとかいて、うん、めっちゃキレてほしいな不機嫌になってたまにある、あるサーカスで、あのサーカスでトラが噛んじゃうみたいなことでしょ、うん、そう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 、いや多分あると思うよ、今まで誰も噛んだことないのに、うん、いや多分その現象そのうちあるかもしんないね、うん、だから少し距離取って、うん、後ろの方の席でまさに生の人じゃない？生の人だね、あの人は ね。いや本当そうだね。まあ大ちゃんもそのモグライダー自体が多分、うん、そっち側ない、ね。まあまあそうだね。もう本当にさ、うん、本当にサーカスだろうからね、うちなんてね。いやちょっとハラハラするけど、もうありがたいことに出ていけばなんていうの、歓声が上がるとかさ。うん、ね。いや嬉しい、知ってる人とか言ったらまあ別にみんな手挙げてくれるし、モグライダーを知ってる、そう、不思議よ、あご褒美やな、それやっと頑張った、いやまあね、そのまあ俺芸能人じゃない裏方やけど当然、うんうん、その羨ましいなと思うのがちょいちょい言ってるけど、うん、テレビ放送だと、うん、お客さんの笑い声って聞くことがないよね。でもほら大ちゃんと再会した頃って、うん、ライブ中止にやってて、あまあそうか、でエンタとかネタ番組でお客さんね、うん、200人300人入れて、うん、ネタ番組やるってまあザラにあったやん、うん、だからその自分が演者じゃないけど、うん、自分が書いた本が受けたとか、うん、そう生で感じることがちょいちょいあったよね、はあそうか、うん、お客さんがの前で初めて自分が書いたやつ下ろして、うん、あ受けた受けなかったがあったのが、うん、そうテレビとか、まあ、いよいよこうやって配信とかメインになってくるとなくてね、うん、あまあそうね、うん、だからその、うん、おそ松さんが多いんやけどその声優さんが出るイベントっていうのがあって、うんうん、そこで必ず新ネタやらせてもらうようにしてて、うん、そこでちょっと2年に1回ぐらいお客さんが笑ってる姿を見れるっていうのはそれでもドキドキすんね、うん、あんな間開けば開くほど怖いからね、うん、怖い怖い、うん、はい今週はここまでです、はい、裏表松原シュートモグライダー芝大輔、はいエンディングですけども、はい、まずメール募集、はい、しますね、内容何でも結構ですんで皆さんメールぜひ送ってください、はい、2人に話してほしいこととか、うん、質問とか、うん、ゲストのリクエストとか何でも OK です、はい、アドレスはこちらです、裏おも @joqr.net、うん、裏おも @joqr.net です、はい、番組のツイッターアカウント YouTube チャンネルは裏方から裏表に引き継いで更新しておりますのでフォローチャンネル登録よろしくお願いいたします。 YouTube への番組アップは毎週月曜18時くらいの予定でございます。金額どうしよう、特設サイト忘れてるやろ、あかんで忘れてた、うん、特設サイト粗末さんの6つ子のプロフィール更新、あヒピポ族もあるわ、6つ子プラスヒピポ族の分もあるの、プロフィールもある7個しんどいな、7個、うん、まあ、7人、まあ、ヒピポ族を1人として、うん、まあ、7人分としての執筆作業テキスト、なんか参考になるか分かんないけど、うん、一回商店メンバーそれぞれのギャラ聞いてみて、それに当てはめていった、あなるほどそうねちょうどいいかも、うん、結構な金額になるよ、うん、粗末は誰だっしょ、あの人やったらこれぐらいか、カラマツ円楽さんか確かに、うん、大喜利やしな、大喜利や、大喜利だし、ね、お題に対してちょっとボケろってことやから、うん、焦点見ようヒピポ族がだから、うん、なんか山田かそうやね決まりました、はい、ありがとうございます、とんでもないですよ、はい、また来週です、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。